反原発女子の話らしいです。原発反対女子か。女子は男の着替えなんか興味ありませんから。中学校では男子だけでなく更衣室がなくて、体育は教室で着替えたり、水泳の授業は野外で着替えることになってましたね。ノリの良い女子が悪ふざけで覗きに来てキャーキャーはしゃいでたことも数回あったよ。来るか。女子は男の着替えなんか興味ありませんから。だからお前はそうかもしれんけどという話。ノリのいい女子がそうやってなんかこうやってキャーみたいな感じで、そういう面白い女の子もいるっていうだけの話やんけ。アホか。なあ、なこと言ったら何にも喋れへんやろが。すんね女子いないとか言ったら何にも話せない。いるかもしれんやろが、女は。お前さっきのあの小池めぐみに振ったりや、そんなこと言ったらな。菅田将暉の着替えに興味ありそうな女子の次がさっきのお前、小池めぐみさんみたいな気違いもいるんですけど、世の中には。それについてはどう思いですか。女子が悪ふざけで覗きに来てるんだから、別にその女子も見たいわけじゃなくて、そういうことしたらおもろいかな思ってやってるだけの話やんな。ほんまユーモアがない奴らばっかりやな、お前。このフェミとかいう奴らはよ。覗きの被害に遭った女性に男性が、お前の体になんか興味があるかやと、ほんまやんな。それと同じやんな。って言ったら済むんですか。いい、別にお前の体のなんかたまたま見えただけやとか言ったらいいのか。ほしたらね、彼女からエロい目で覗かれたよ。まあそういうのもあるよね。ああ、着替えで思い、俺今日たまたまさ、昼間別に何もなかったけど、突然ある疑問が湧いてきたから、これのついでにちょっと投げかけようと思うんだけどさ、どうしようかな、どこに言おうかな。着替えの話で思い出したんやけど、女性で大体の女性の多くなんやけど、例えばさ、なんちゅうんやろ、さっきまでお互い全裸で一緒におったのに、着替えはなんか見られたくないっていう人いい。なんか着替える時はなんか向こう行ってみたいな、向こう向いててみたいな人いい。いや、さっきまで裸見てたやん。なんか おらんそういう人。っていうかそういう人多くない。なんか着替えは見られたくないみたいな。俺はおるんやけど、結構なんかそう見られいるよね、いるよね。 TMK さん的にはその気持ちはわかるんですか。それって何なんやろって今日昼間考えてた。やばい、彼女がどうやったかは忘れた。隠されたとものという、TMK さんも そうなんや。着替えは見られたくない。仮にさっきの瞬間まで全裸見られてても、着替えは見られたくないんや。そういうもんなんや。じゃああれってなんなんやろなっていう。素っ裸はいいけど途中の攻撃は見られたくない。なんか嫌なんやろね、そのそれが。まあそうやな、それを言ったら逆にそうやなっていう疑問が昼間に湧いてたから、それを投げかけてみただけです。そこな、なんか脱ぐとこは見んといてみたいなのあるよね。よくわからんよね、変身みたいなもんなのよ。なるほどな、経過を見せたくないのかな。着るときはだから、その様がかっこ悪いと思ってるのかな。まあなんかそれと、もうついでに言うとくと、電気を暗くしたがるのもようわからへんな、俺。ようわからへんな。別に、あれもようわからへんな、俺。別にそんなん、
どうでもいいやんとか思ってしまう。なんか暗くしたい人いるよね、割と。まあそれはどうでもいいです。っていう疑問があるだけです。